ジェラール・フィリップはフランスの俳優。愛称はファン・ファン。また、フランスのジェームズ・ディーンとも呼ばれている。カンヌ出身。1940年代後半から1950年代のフランス映画界で2枚目スターとして活躍。1950年代のフランスの美としてその人気を不動のものとした。 南フランスのカンヌにあるパークパラスホテルの支配人の次男として生まれる。幼い頃のあだ名はジェジェで、やんちゃで甘えんぼだったという。第二次大戦中は法律家を目指して専門学校に通い始めていたが、ちょうどその頃、ナチスに占領されたパリからカンヌに逃れてきた母親の知人である映画監督マルク・アレグレをはじめ、多くの演劇関係者たちと出会ったことから、 映画や演劇の世界に魅了され、俳優の道を志すようになる。カンヌの演劇学校を経て、クロード・ドーファンの一座に入り、1942年、ニースにあるカジノ座で初舞台を踏んだ。戦争が激化にするにつれて、ジェラールは巡業に出て、フランス各地を回る。1943年には早くながらも、夢の箱に映画デビューした。第二次大戦後は、 さらに演技を磨くために、名門フランス国立高等演劇学校に入学、勉強の傍ら映画や舞台に出演し、そして1945年、星のない国で初主演を果たす。映画自体の評価は低かったが、一方の舞台は堂々と主役を演じて、大好評となった。学校の方も優秀な成績で卒業し、1946年には、ドストエフスキー原作の 白地の無意趣金公爵を演じた。この頃からその水際だった美男子ぶりと高い演技力から人気に火がつき始め、そして1947年、レーモンラディゲ原作、クロード・オタンララ監督の肉体の悪魔で、その人気をフランスのみならず、世界的なものに決定づけた。その後も同年に、パルムの創印、1948年に、すべての道は、ローマへ、 1949年に、悪魔の美しさ。1950年に、愛人、ジュリエットに立て続けに主演。1951年には、自身の代表作の一つとなる、花咲ける騎手道で、ファンファンラチューリップを演じ、日本でも人気に火がつき、以降ジェラールにファンファンの愛称がついた。また映画出演の傍ら、舞台にも欠かさず出演していた。 1952年に5歳年上の元ジャーナリストのアンヌ・マリー・ニコール・フール・カードと結婚、その後二人の子を設ける。1954年1953年10月16日、日本で開催されたフランス映画祭のため来日。当時は今と異なり、来日する欧米スターが少なかったことから、そのフィーバーぶりは並大抵のものではなかったという。K 田中絹代、三松ス子、イコ、山台鈴、池部亮、木下啓介監督、早川雪舟ら日本映画界のスターたちも、歓迎会に出席し、その時のジェラールの印象について、高峰秀子は、雑誌、映画の友1954年1月号の記事に、会えば会うほど、自然だし、見れば見るほど、優雅だし、話せば話すほど、そのデリカシーにはただただ感心するばかり、言うなれば、 気に入っちゃったである。と残している。その後も、ルネクレ・マイ監督の、忍び合いに出演した後、1954年には、スタンダール原作の文芸大作、赤と黒に、ダニエル・ラリューを相手役に主演し、絶賛を浴びた。ブリジット・バルドは、新人時代に映画、夜の岸道で彼と共演した時のことを、近年発売された自伝の中で、彼は生きながらにして、 すでに伝説の人だった。と述べている。1956年には念願だった映画監督に挑戦し、ティリオイレンシュピーゲルの冒険を取るも、映画は不評で、結局彼の監督作は一本だけとなってしまった。1957年からは一俳優からやり直し、モンパルナスの明かりで36歳で世を去った、天才画家モディリアーニを演じきり、再びその人気を取り戻した。 1959年には、新進気鋭のロジェ・バディム監督による、ラクロ原作の危険な関係に出演するも、熱狂は、エルパオに達すのをロケ中に体調を崩し、ヌーベルバーグ時代に突入したフランス映画界を見ることもなく、11月25日に肝臓癌にて帰らぬ人となった。くしくも、モディリアーニと同じく36年の短すぎる人生だった。そして現在は、 その後1990年に73歳で亡くなったアイサイアンヌと共に南フランスのラマチュエルの墓地に眠る。また、故郷のカンヌ駅から北西350メートルに位置し、6つの通りが乗り入れるラウンドアバウトはジェラール・フィリップ広場と名付けられ、広場に設置された地名標識には、広場の名称と共にフィリップの青年と没年が記載されている。ありがとうございます。